早速ですが、今回は B1 哨戒機の索敵性能を詳しく見ていきますね。補給艦は、マナと中国海軍戦闘艦2隻を警戒監視との話も、中国海軍原子力潜水艦は日本近海に相当数接近しています。あなたは知らない方が良かったと感じるかもしれません。海底の脅威から守っています。2023年1月16日、日本の防衛省は、中国海軍の水上戦闘艦の2隻が、沖縄本島と宮古島の間の海域を抜けて、太平洋方面へと進出したと公表し、前日から、その行動を監視下に置き、情報収集活動に臨んでいたことを明かした。今回、こうした航行を見せた、中国海軍の艦艇2隻とは、今アキラ9054型ミサイル駆逐艦1隻と、ジャンカイ II型054A型フリゲート艦1隻だったとめされており、再度同じような航路を逆行して、東シナ海に戻る可能性が高いのだろう。今アキラ9054型ミサイル駆逐艦は NATO のコードネームでは、ルーヤン3型とも呼称される艦艇であり、満載排水量が7500トン、全長が157.0 から161.0 メートル、全幅が 17.0 メートルの艦体を持つ大型の艦艇である。同艦は、機関方式には CODOG 方式を採用しており、ディーゼル機関2機とガスタービン機関2機を搭載し、最大出力は、それらの合計では 46,000 馬力であり、最大速力30ノット、航続距離は 8300km 以上とみられる。中国海軍では、この今アキラ9054型ミサイル駆逐艦よりも、大型で、最新鋭の南アキラ海055型ミサイル駆逐艦も、すでに8隻を保有しているが、今アキラ9054型ミサイル駆逐艦、すでに25隻が就役しており、数の上では、中国海軍の主力の水上戦闘艦に位置づけられる。もう一隻のジャンカイ II型 054A 型フリゲート艦は、現在の中国海軍の同クラスの中では、最新鋭にあたるもので、40隻が建造予定とされ、すでに、少なくとも、30隻以上が、就役を果たしている、主力のフリゲート艦となっている。ジャンカイ II型 054A 型フリゲート艦は、満載排水量が4050トン、全長が 134.0 メートル、全幅が 15.0 メートルの艦体を持ち、機関方式には CODAD 方式を採用しており、ディーゼル機関4機を搭載する構成となっている。これによって、ジャンカイ II型 054A 型フリゲート艦の最大出力は、合計で 28,200 馬力で、最大28ノット、航続距離は 7,000km 以上とめされてはいるが、艦体の大きさに対して、機関の出力が非力である感は否めない。これら今アキラ9054型ミサイル駆逐艦と、ジャンカイ II型 054A 型フリゲート艦の2隻に対して、海上自衛隊では、その動きを監視する対応を見せたが、それを実施したのは、1機の航空機と1隻の艦艇であったことが公表されている。それは、海上自衛隊が、鹿児島県の鹿屋市に置く、鹿屋航空基地に所属中の P1 哨戒機1機と、第1補給隊の所属で、長崎県の佐世保を母港とすると、和田型補給艦の3番艦の浜名1隻であったと、海上自衛隊は述べている。十和田型補給艦の3番艦の浜名は1990年に就役した艦艇で1994年から現在の護衛艦隊の直轄艦艇として佐世保に配備されており基準排水量が8150トン満載排水量が12150トン全長が 167.0 メートル全幅 22.0 メートルの規模を持つ
補給艦、ハマナは、機関部には、ディーゼル機関を2機搭載しており、最大出力は2万6千馬力で、最大速力は22ノットを発揮し、乗組員の定数はおよそ145名であり、複数の護衛艦らと共にか、数多くの海外派遣に従事してきた。直近で言えば、補給艦、ハマナは、昨年2022年には、5月に、沖縄周辺海域において、アメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の65番艦である、ラファエル・ペラルタとの合同軍事演習に、参加を行っている。また、2022年10月には、やはり、沖縄の東方の海域において、補給艦、ハマナは、インド海軍のシバリク級フリゲートの1番艦、シバリクと、カモルタ級コルベットの1番艦の、カモルタと、合同訓練を行うなどの活動を見せている。ちなみに、補給艦である、バナマは、事実上固定武装は、施されておらず、唯一搭載することが可能なブローニング M2、12.7mm、機関銃2丁についても、通常時は設置は、されていない状態であり、心もとない感じは、しないでもない。そして、今回の中国軍艦艇2隻の監視活動の中核を担ったと考えられているのが、海上自衛隊の P-1 哨戒機1機であるが、川崎重工業者と防衛省の技術研究本部とが、共同開発を行った機体であり、同社が製造も担当している。P-1 哨戒機は、それまで、アメリカの現、ロッキード・マーチン社製の P-3C 哨戒機が担ってきた、対潜哨戒分野を引き継ぐ、国産の機体として、機関部には、ターボファンエンジン4機を搭載し、規模としては、中型機に分類される。この P-1 哨戒機は、2007年9月の初飛行後、2013年3月には、厚木基地に、まず2機が配備されて、正式な運用が開始され、2008年度から2021年度の8年間で、予算上では、42機分の調達計画が組まれているが、2022年度末の配備数は、33機となっている。B1 哨戒機は、乗員が11名、全長が 38.0 メートル、前後が 12.1 メートル、翼幅が 35.4 メートルの機体に IHI 社製のターボファンエンジンを4機搭載し、最大速度マッハ 0.89、巡航速度マッハ 0.75 で、航続距離は 8000km に及ぶ。兵装として、B1 哨戒機は、空対艦ミサイルや単魚雷や追戦爆弾等を合計で最大9トンほどまで搭載することが可能であり、2023年現在海上自衛隊では、神奈川県の厚木航空基地と鹿児島県の鹿屋航空基地の2カ所に配備を行っている。B1 哨戒機は、前述した兵装類は、機首部分の下部に備え付けられたウェポンウェイに収納する形式であるが、主翼の下に喧嘩する形式であれば、最大8発の空対艦ミサイルや空対地ミサイルを装備することも可能である。これは、海上自衛隊が以前採用していた B3C 哨戒機であれば、最大4発の搭載数であったことから、B1 哨戒機となったことで、実に2倍の攻撃力を得たとも言うことができ、搭射可能な火力の量としては、かなりの上積みとなっている。ただし、予算上では、2021年度分までで、42機分の調達数が確保された、形の P-1 哨戒機ではあったが、近年は、アメリカ製の無人航空機である、シーガーディアンの導入で、一部の任務を代替させる計画があり、33機の調達まで減少する見込みとなった。P-1 哨戒機は、日本が、それまでの武器輸出を緩和した時期に登場したこともあり、一時期は、世界各国への輸出を念頭に置いた活動が行われており、イギリスやニュージーランド、ドイツなどの国の名が、
候補に挙げられるなどしていた。しかし、これらのイギリス、ニュージーランド、ドイツの3カ国は、いずれもアメリカ軍も採用している同国ボーイング社の P8 哨戒機の採用を決めており、コスト重視で旅客機のベストセラーである同社の737をベースとする同機の牙城は厚い。 P1 哨戒機は現時点で自国のみが採用するに止まっていることでの機体単価の高額さや、4発のターボファンエンジンを備えることによる維持やメンテナンスコスト、そしてそのサービスを世界に提供可能か否かが問われている。そこを考慮した場合、誠に遺憾ながら P1 哨戒機がアメリカの P8 哨戒機と競合を争って受注を勝ち得る可能性はほとんど期待できないと言わざるを得ず、今後も実際に輸出を期待できる国は現れないだろう。最近ではこうした P1 哨戒機を紹介する番組がテレビ朝日を親会社とするウェブ放送を手掛ける会社でオンエアされ、その資本系列から見て反米親中的な親会社の存在ゆえに、それを問題視する声も一部から上がっている。ただし個人的にはこのウェブ放送を手掛ける会社は沖縄におけるいわゆる座り込み抗議問題に一石を投じる内容を放送すると単なる反米親中的と決めつけられない側面もあるように思え、批判が正しいとまでは言い切れないように感じる。